スネオヘアさんからすごいチャレンジングな質問が来てまして、レジ打ちはバーコードですか、ユーリンドは手打ちですか。バーコードですね。はい、次行きましょう。スネちゃまはね、結構コメントくれますもん。スネちゃまはもう廃棄じゃないですか。廃棄じゃん。スネちゃまがいない時ないもん。スネオヘアさんはもう絶対いるから。ありがとうございます。スネちゃまいつもありがとうございます。ツナマヨ P さん、私さん卒業&就職おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、少ないですがブッコロとお祝いの乾杯してくださいねってことで少し、いただいてます。P ちゃんありがとうね。 P ちゃんもほぼ解禁だよね。いつも来ていただいてますね。 P ちゃんとスネちゃまはいつも来てくれてますよね。有林堂以外の書店に行った時に気になってしまうことはありますか。結構やっぱ他の書店もよく見ますね。スクランブルスクエアの渋谷にあるタイヤ書店、はいはい、ちょうどなんか花束みたいな恋をしたって映画が公開された後に行ったら、その花束みたいな恋をしたで出てきた作中 の、 その主人公たちが持ってた本の棚を再現した棚があって、すごい面白いなっていうふうに思って。やっぱやることがスタイルだよね。スタイル書店ってスタバ飲めるじゃないですか、はいはいはい、それで座るスペースあるじゃないですか。あれがすごい増えちゃって、はいはい、スクランブルスクエアの渋谷本棚すごい減っちゃったんですよね。ショックで、あーみたいな、 あれみたいな。ユーリンドはスタバとやってるとこあるんですか。え、あんなに近い緑なのに、その緑と緑が交わることは今後も一度もない。今後は分からない。横浜とシアトルがクロスすることはない。今後のことは誰も分からないけど、現状は一点くらいを。あ、でもそっか、有林堂自体が飲食業もしてるから。そうですね、有林堂それもありますよね。有林堂の考え方からするとね、例えば分かんないけど、どっか店舗出します、はい、じゃあちょっとこの辺ってコーヒー飲む人とかも多いのに、あんまりカフェがないからカフェ作ろう、スタバ呼んでさーみたいにはならないね。ストーリー作っちゃおうぜって絶対なるから。スタバが飲める有林堂って向こう300年ぐらいできないのかな。